はい、ラズです。今回はこれですね、トミカのトミカギフトキャリー&サンバー軽トラセットを見ていきます。ラインナップはキャリーのマグロ販売車とホームセンタートラック、サンバーのタンクローリーと鍵サービスカーの4台ということで、すごく街中で見かけそうな車ですよね。なので今回は街のレイアウトを作っていきたいと思います。では開けていきます。発売は2007年ということで17年前のセットになってますね。ではまずキャリーのマグロ販売車から見ていきます。ボディカラーは白のソリッドになってます。フロント周りライトは反射系の塗装になってますね。でグリルは白の塗装に、マットの黒ということで、これ細かくできてるなと思いました。その下の黒いところは車種から連続した成形色になってます。スズキと入ってて、サイドに港鮮魚店とプリント入ってます。反対側も同じですね。でインテリアはグレーということで、シート、それからハンドル確認することができます。で2台部分、これはまあ空色と言ったらいいでしょうかね、ここ成形色になってますね。凹凸がね結構細かくできてていいなと思います。でサイドにはマグロ販売車三崎直送ということで、シールがついてますね。マグロの動きがねなかなかリアルでいいなと思います。でサイドをカパッと開けることができます。中真っ白なんですよね。これねちょっと残念ですね。せめてシールでもいいので何かねつけてほしかったなと思います。でこちら側も真っ白になってるということで、まあ両サイド開けられるのはねなかなかいいんじゃないかなと思いますね。でリア周りテールランプ塗り分けが入ってて、でシャーシはこんな感じです。そしてサスペンションがついてます。次に同じキャリーのホームセンタートラック見ていきます。ホームセンタートラックのトミカってなんか珍しいですね。ボディカラーは赤のソリッドになってます。これ郵便車の赤と同じ色かな。結構綺麗な色だと思いますね。フロント周りこれもライトは反射系の塗装になってて、でグリルは赤とマットの黒の組み合わせです。その下の黒はこれ成形色ですね。で、上のところにスズキとプリント入ってます。でサイドなんですがドア周り、ここは白のソリッドになってるんですけど、ちょっと古いんでひび割れてますね。まあ仕方ないかなっていったところですかね。で、ホームセンターDo it yourself、 それからビスのねイラストがプリントで入ってます。同じものが反対側にもついてます。いいですよね。でインテリアはこれもグレーになってます。で荷台部分、白いところは成形色です。でサイドの赤いところが塗装になってます。これも凹凸サイドについては結構しっかりありますよね。いい感じですね。ただ中は前だけちょっと凹凸があるだけで、それ以外はもう完全にフラットな仕様になってますね。で、その下の部分、白のソリッドになってて、テールランプ塗り分けが入ってます。でシャーシはこんな感じです。そしてサスペンションがついてます。でこのタイプの荷台のいいところはやっぱり物を乗せられるところですよね。まあホームセンターの車両なんでね、カラーコーンを乗せてみたいと思います。さらにバリケードも乗せてみましょう。こんな感じになりますね。いかがでしょうか。かなりそれっぽいですよね。この小物はこのセットにはついてなくて、使ったのはトミカタウン道路工事現場の、パーツをね、使ってるんですけど、まあこの車両に限らずこのタイプの、荷台持った車であれば、まあ、こうやって小物を乗せるだけでかなりそれっぽく見えるんじゃないかなと思いますんで、これおすすめですね。続いてサンバーのタンクローリー見ていきます。ボディカラーは緑と白のソリッドのツートンです。際のところは緑のプリントになってるので、ラインが綺麗に出てていい感じですよね。フロント周りライトはこれも反射系の塗装になってます。で真ん中黒の塗装ですね。エンブレムも潰してますね。凹凸だけしっかり確認できます。その下グリルは、黒の成形色になってて、サイドドアのところにオイルサービス店とプリント入ってます。これ反対側にも同じく入ってますね。でインテリアは黒一色、シート、それからハンドル確認することができます。で荷台部分、ベースの白いところが成形色で、その上のタンクのシルバーのところありますよね。これプラスチックの、シルバー塗装になってます。で一番上の赤いところは赤の塗装で、そこに灯油と、両サイドねプリントが入ってるという感じですね。この白の成形色より上の部分は全部プラスチックになってるんですけど、質感はすごくいい感じじゃないかな
なと思いました。あの凹凸もねしっかり入ってますんで、結構いい感じ、リアルな雰囲気出てるなと思いますね。でリア周りテールランプ塗り分けはありません。あのさっきのキャリーよりもただ凹凸がね、こっちの方が細かくできてるんじゃないかなと思います。でサイドのところ白のソリッドになってますね。でシャーシはこんな感じです。そしてサスペンションがついてます。最後は同じくサンバーの鍵サービスカーです。ボディカラーは白のソリッドになってます。フロント周り、これもライトは反射系の塗装で、その間エンブレムを潰した黒の塗装になってます。でグリルのところは成形色ですね。でインテリアは黒一色です。で荷台部分、黄色のところは成形色になってます。でサイドに鍵サービスカー鍵のイラスト、それからフリーダイヤルのねマークと0120とプリントがついてます。反対側も同じになってますね。でこのサイドもね結構しっかり凹凸が入ってるんですよね。いい感じじゃないかなと思います。でリア周り、扉がついてて開けることができます。中は特に何もないんですけど、これかなり広くなってますんで、これも何かね入れて楽しむことができるんじゃないかなと思いました。ここについても結構細かく凹凸ついてますね。でその下テールランプ、これも塗り分けは特にありません。さっきと仕様としては同じになってます。でシャーシはこんな感じです。そしてサスペンションがついてます。おまけで同じくドミカギフトのトミカの食べ物屋さんセットの中から鈴木キャリートミカソフトクリーム屋さんを紹介しておきたいと思います。はい、さっきのセットのキャリーよりも新しいバージョンのキャリーですね。ボディカラーはこれもまあ空色と言ったらいいのかな、のソリッドになってます。フロント周りライトはクリアパーツで、その間シルバーの塗装になってます。でその下黒の成形色ですね。でサイドのところトミカファーム、それから牛のイラストがプリントで入ってて、同じものが反対側にもついてます。インテリアはこれはベージュと言ったらいいのかな、シートとハンドル確認することができます。で荷台部分、水色のところは成形色になってます。こちら側トミカソフトクリーム、それから、ソフトクリームとね、牛の大きなイラストがトーンとついてますよね。なかなかいいですね。で反対側には特にプリントなどはありません。でこちら側をカパッと開けることができます。上には、フレッシュアイスクリーム、トミカ牧場、それから美味しいよということでね、ソフトクリームと、牛のイラストがついてます。ここシールですね。でその下中なんですけども、特にメニュー表ありますね。フレッシュアイスクリーム、トミカ牧場、生乳、バニラとチョコと、あとフローズンヨーグルトということで、美味しそうですね。その前には、カップとかねコーンが並べてあって、手前側にはソフトクリーム大きいのがついてます。でこれなんですけど、くる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 回すことができるということで、これなかなかいい感じじゃないかなと思いますね。でリア周りドアはついてますけど開けることはできません。その下テールランプ、あの凹凸がありますけど、ここも塗り分けは入ってません。でシャーシはこんな感じです。そしてサスペンションがついてます。それではこのトミカを使ってレイアウトを作っていきたいと思います。今回は街にしたいんですよね。ということでベースにはこれを持ってきました。以前に紹介しましたトミカの、僕らの街のグッサの職人者シリーズということで、この中のトミカではなくてペーパークラフト、ジオラマ付きのペーパークラフトの建物をね使っていきたいと思います。この建物本当にいい感じだと思いますね。で道路、まあこっちの道路を使ってもいいんですけど、統一キャビンのガチャで、道路のねシールがあるんですよね。ということで今回はこれを使っていきたいと思います。はい、完成です。いかがでしょう。まあ、ちょっとした住宅街をイメージしてみました。まあ、その中のまあ、なんというか静かなね、通りといった感じですかね。この道路のシールがね、なかなかいい感じですよね。ちゃんとね、この横断歩道があったりとか、止まれにもなってますし、あと信号はこれ、トミカタウン、今のトミカタウンのセットから持ってきました。ボコッとなってますけど、こうやってね、あるだけでかなり雰囲気出るんじゃないかなと思います。で、今回のセットのトミカですけど、マグロ販売車になってますんで、まあ、ちょっとしたこういうスペースにね、車を止めてマグロを売ってるというシーン作れますよね。あと鍵サービスカーということで、鍵の修理にね、まあ伺いましたみたいな感じで遊べるんじゃないかなと思います。でタンクローリーについては、これねちょうど灯油とありますんで、街中をゆっくり走りながら灯油いりませんかとね、移動販売してるところが作れますよね。
でホームセンターの車は工事現場で、カラーコーンとバリケードが必要だったので配達してもらったみたいな感じでも遊べるんじゃないかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。キャリーとサンバーのセットということで、街中でも普通に見かけそうな車両のセットだなと思います。それぞれ個性のある車だと思いますんで、楽しめるセットになってたんじゃないかなと思います。以上、トミカのトミカギフト、キャリー&サンバー軽トラセットを紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。